まーる三角な企画最後なんて言う？脇角ですね。あ、僕はあの大学の一発目にやったギャグっす。はい、ディープアークラブの皆さん、こんにちは。岩崎正弘です。三角、今日はね、三角締めシリーズというわけでね、三角締めはね、いろいろ取り方があって、お、今日やるのは前三角やったぜ横三角やったぜ、あの三角やったぜやった、うん、やった。まあ、これ呼び名はさ、柔道から来てるんだけどさ、あの俺ら柔術だと前三角とか言わないじゃん。確かに三角締めですからこれっす。ああ、でもやっぱいろいろシリーズっていうか種類があって、三角締めは、でその種類をちょっとやっていこうかなと思います。じゃあ今回はエピソード4でお届けいたします。三角締めを、まあみんな知ってるね、三角こういうやつ。あ、やばいっす。ちょっとトラウマが、こういうやつ、トラウマがこういうやつね。あ、トラウマがちょっと今回これでやられたっす。あ、そう、これこう入れていって、ここで繋いで、で、こうやって取る。これ三角。絶対腕が入ってないと三角って成立しないね、こういう。これはあんまり成立しない。これはまあ嬉しいですね。嬉しいか。嬉しい。でもね、ノーアウトライアングルっていうのが柔術に存在して、こうやって襟持って、これを上からこうやって、難しくて、決めていくと、こうやってしまう。ノーアウトライアングル。で、他にもあるこう横三角締めね、横三角締め、こうやってですね。でもこれも、下と上からあって、おで、まず下をやるけど、下はね、あの柔術でたまに使われること、下から、うん、これリバーストライアングルっていうのよく使われて、まあ使われるんだけど、こう横四方とか入られてる時に、そう、こうやってここの、このここにこうやって入れるのですマシ。そうそうそう、こうやって。おう、で、入れて、こうスペース作ったら、こっちが足かけてきて、こっち。で、こういう感じ。これはリバース、トライアン。まあ、普通にガードから入れるんだよね、こうやってやってて、スパイダーガードとかこうやりながら、こっちに足かけて、こうやって。これは可能なんだけど、まあ、決めにくいといかんですよ。おしゃれですね。うん、あ、外れちゃうことが多かったね。こうやって、あの、こうやって入ってはいいものの、顔をまたがれて、よいしょ、そうそう、これでまたぎ切られるとやっぱ外れちゃうし、ね、うん、あと顔踏まれたりとかして、いった、うん、外れちゃうから、いった、うん、でもたまに使いづらいね、こう抑えられた時に、やば、抑えられたらこうやって内側入っていって、こう。で、これ連携として木村がめっちゃ決まる。決まんなくても木村が。うん、決めることがある。これ上と下か、下からの前三角と横三角。うん。で、あんまりその後ろ、もう一個後ろ三角ってのがあるんだけど、あら、後ろ三角は別にこのガードポジションからはほぼできない。ダメなんですか？いや、ダメだよ。ダメではないけど、取るの難しい。できないですか？難しい。まあ、後ろ三角がどういう形かっていうと、まあ、こういうバックみたいなポジションを取ってて、で、こうなんだ。で、こっから、ここで足つないで、エビして引いていって、当てて、で、これをここに。で、組んだら、ここでギュッと締めてもいいんだけど、これで自分がもっと引いて L 字になる。ああ、で、ここ、畳み込んで、何も聞こえない。こうするとき、足持っちゃう人とかもいるね、これこうやって。こうやって、丸めるとめっちゃ決まるから。ガンガンで折れる。これ下がってガンガンで折れるっすよ。あ、そう、そういう技じゃない。そういう技じゃない。ガンガテイクラッシャーじゃないですか。違う。違う。で、これ入るときのコツが、あの後ろにどん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 エビしていくことね。エビすごいです。エビすごいです。ここが入ったときに、
ここ持って、で、肘ついて、後ろにさ、でこれで、どんどん輪っかを縮めていって、で、こっちで、決める。で、あ、決まりが悪いなと思ったら、カンガテークラッシャー。カンガテークラッシャー。あー、痛い。うん、これが後ろ三脚。ガンガテイクラッシュじゃないんですか。違う、違う、違う。後ろ三脚ね。なるほど。うん。たまにすごい得意なんで。おお。なるほど。で、横三角は上からもできて、結構横三角応用効くんだよ。これ。うん。例えばね、柔道とかだったら、こうあえて仮面になって上からこうやって持っていって、膝をここに入れて足を脇に掛ける。で、腕をすっていって横に転がしながら横三角。というのが、まあ、セオリー、うん、これがあの柔道とかでよくやれる横三角、柔道の方がこれ使われるものが、これ横三角して今回やると、ちょっとアングルからやろうか、こっち向いて、うん、こうやったら、膝ここに入れて、ここに足で、腕すくっていって、寝ていく中で回転させて、ここで横三角動く。これが前田さん。まあでも他にも応用効くって聞くんで、あ、例えば、腕十字型で、ね、はい、腕十字型に行きました。腕十字型に行きました。あ、これ取れない。ってなったらこの足この中に入れて、ここ引っ張ってきて下の足抜くとここで横。これを。で締め方は。相手のここの肘引っ張ってきて、ちゃんと足組んで肘引っ張ってきて頸動脈を押し付けるとうん、決まる。でもね、決まらない時も結構あるのよ、これ。で、その時はこの足の角度を上にずらしてこの手首を押し込むと、うん、これ木村ロックできる。腕絡みですね。こういう、こういう、ここのアングルをね、こうロックして押し込んでいくと、こうすぐ決まる。で、この時足離しちゃうと、あの逃げられる可能性もあるから、これ、足の組み方をこうやって上に台を作るようにして押すとすぐ決まる。で、よくあるのが、ここでこう木村ロックを取ることがあるんだけど、この木村ジェイがあんまり決まらないことがある。大丈夫。うん、これは大丈夫。やばい。でも、これは木村ロックを取る手を逆にする。こっちからね。絶対大丈夫。こうやって。今度はこれ、引っ張ったかすぐ決まるこれは、こっちで決まるは決まんないなって思ったら、全然行かないです。こうやって、下から来る。全然いいこうやって、こうやって、すぐ決まる。この際悪くやったら全然問題ないね。大丈夫でしょ。全然行かないです。全然行かないです。はい、突破しないですね。うん。でこれが前三角、横三角、後ろ三角。ね、で、結局その前三角は、あの柔道だったら持ち上げられるとさ、あのバッサーさ、うん、待てになるね。あ、え、持ち上げたのあれ、待てになるんですか。そう。あ、そうなんだ、柔道。あ、だから外す、だからあんまり柔道に使われない理由はそれなのよ。お、前三角ね。でもね、あの昔こういう話があってさ、高専柔道っていう寝技しか、寝技ばっかりやる柔道があるわけね。ほう。そこでこう前三角が流行ったの。流行るの、三角は。いや、それが初めて開発された時さ、すげえ、そう、流行って。で、その三角締めの使い手がいたの。前三角の使い手が。前三角、お兄さんがいた。お兄さんがいたの、はい。前三角マンがいたのね。前三角マン。うん。で、そいつは、あの、持ち上げられたら、待てになるから、こう、体の一部が、あの、マットにつけるように、つけてたら、待てかかんないだろうっていう理由で、髪の毛をめっちゃ伸ばしたの。そんでそっち見たんですか。うん、結構有名な話、うん、で髪の毛ついてるから待てじゃないだろって言って、持ち上げる人は垂れてるから、そう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 それ大丈夫なんですか。大丈夫大丈夫。まあそこからちょっとルール改正とかもあって、今はダメです。今はダメ今はダメだけど、今髪伸ばしても意味ないんですよ。今意味ない。おお。で、そんなことを考える、あの高専柔道はやっぱりいろんな技を作っていった。やばいやつなんですね。やっぱりね、そのアイディアっていうのはね、そういうところから生まれたりするから、とても大事。なんか、アンライバルとも持ち上げたらブレイクなんですけど、僕めっちゃ髪伸ばせば、ブレイクかかんないですか。かかんないじゃん。あ、これ髪ついてるもんね。
ついてるほら髪は俺の体の一部だよ。伸ばします。ちょっとこれでアンライバルの主催者の方が見てコメントくだされば嬉しいです。伸ばしますよ、コメントない場合どんどん伸びていきますから。はい、というわけで今回はこの三角締めシリーズでした。4年後ではまた。